はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日の動画のテーマは生地のこね方について解説していこうと思います。というのも私パン教室を最近始めまして、多くの方が悩んでるところって結構こねにあるなって思ったんですよね。生地がベタベタすぎて扱いづらい、またはどこまでこねればいいのかわからない、その見極めについて今日はね詳しく解説をしていこうと思います。結構初心者の方には有益になる動画だと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編はこちらです。どうぞ。はい、それでは本日の配合はこんな感じになってます。結構お問い合わせで加水量 70% がベタベタすぎて扱いづらいですっていうのをいただいたので、今日はね加水量 70%、 そしてお砂糖をあえて多めにしてベチャベチャする生地を作ってみたいと思います。今日はそのこね方、扱い方に注目して見てみてください。じゃあ生地作りスタートです。で今回使う小麦粉は北の香りって国産の小麦粉ですね。若干国産の方がベタつきやすいので結構参考になるかと思います。カナダ産とか北アメリカの、ね、粉はまとまりやすいので、苦手な方は粉選びから変えていただくといいかと思います。この中にパンを発酵させるインスタントドライスト、今日は赤サフ使ってます。そして塩ですね、これも味付けです。あとはお砂糖、結構今日量入っているのでかなりこのせいでベタベタしますね。でもねしっとり感ってすごい美味しいパンになります。そうしましたら全体なんとなく混ぜておきましょうね。イースト菌も塊のまま存在してるとダマになりやすいのでね、粉に混ぜて使うっていうのが正式な扱い方です。うん、なんとなく混ざったらいいですよ。そしたらじゃあお水入れていきます。今日はたっぷり 70%、 かなりベチャベチャすることが想定されます。でも水分を多くして作るとねしっとり感があって美味しいパンになると思います。結構日本人はふわふわした柔らかい食感が好きなので、結構こういう加水が多めなパンって好きな方多いと思いますよ。だからぜひこの動画を参考にね扱えるようになる人が増えたらいいなと思います。では粉っぽさがなくなってきたところで台に出してこねていきますね。こね方のコツですね。こねるときはなるべく生地はたくさんこう一気に潰せるようにしていきましょう。結構ベタベタする生地なんですけども、こう広がったね少ない生地だけこうこねても触ってない生地つながらないんですよ。なので一気に全部触るようなイメージですね。なのでグッと伸ばしたらちょっとこうねまとめて重ねて、またグッとまとめて重ねてグッと、これを繰り返していきましょう。今回加水率 70%で結構ベタベタ手にくっつく生地なんですけども、まあ、一つのポイントは信じてこね続けることですまあ根性論になっちゃうのであれなんですけども、あと大事なポイント、こねるときは手の平らなとこを使っていきましょう。指先は力がかかりづらいのと、あとは手の平らなとこの方がお掃除したときに綺麗に取れるんですよね。指先は結構取るの大変です。あとはもう挟まりまくるとね多分気持ち悪いと思うので、なので手のひら力がかかりやすいのでここでこねていきます。多分お家でこんな生地に遭遇した時にはもうすぐに粉を加えたくなってると思います。でも粉加えるとその分パサつくんですよね。だからお米炊く時とかもちょっとお水多いかなって感じた時に米足せないじゃないですか。他のお米硬くなっちゃうのでね、パンもそれと一緒です。でこれもこうなるべくたくさん重ねてグッと体重込めてこねていく。で質感に注目ですね。こね始めの状態、生地の表面こんな感じ、ちょっとモソモソしてますよね。これはねまだ全然つながってないのでもっとこねる必要があります。もうちょっとこねていきますね。でこのこねてる時もあまりにも台手にくっついちゃう場合、そういう時はその都度カードできれいにしていきましょう。手にベタつく原因、生地はこねればこねるほどグルテンっていうつながりの成分ができるんですけども、手に残ったこの生地とグルテンを作ると手にベタベタくっつきます。生地ついてないところだとねあんまりくっつかないんですよね。グッとね体重込めて遠くまでちょっとこう集めてグッと一気に潰す、これを繰り返してみましょう。
次第に台にベタベタくっついてたのが台離れも良くなります。であともう一個、どうしようもなくベタベタ広がっちゃう生地に関しては台に生地がついてるとその生地と大きな生地くっつくので台が常に綺麗っていうこともかなり大事になりますね。なので適度にお掃除しながらしっかりと圧力を込める、それに集中していきましょう。結構なかなかこね上がらないんですって方の動きを見てると手の掃除をしてる方がかなり多いです。手の掃除ばっかりしててもう手の掃除8割こねるの2割とかになってたりするとやっぱりつながるの遅いんですよね。なのでこねるの8割手の掃除2割ぐらいの割合がいいかと思います。で結構やっていくともうベタベタはするんですけどもまとまりが良くなってきましたね。もうちょっとだけいきます。たまに掃除してベタベタした手の生地も集める。こねてこねて結構もちもち感が出てきましたね。で生地もまとまってきた段階としてはこういう風にね台にくっついてた生地がペローっとね剥がれやすくなるって言おうとしたけど全然くっつくね。もうちょっと見てみましょう。これもあんまりゆっくりやりすぎるとくっついちゃうからこう自然とね伸ばして戻してやっていくと台離れが良くなってきます。うん、良さそうね。でこの生地の伸び具合もこうよく伸びて滑らかになってきますよね。すぐブチブチとはちぎれずにビニョーンと伸びてゆっくりちぎれる、こうなってきたら結構ね生地まとまってる印です。ではカードの使い方ですね。手で触ると手の生地とベタベタくっつくので手で触らずにまとめていきます。どうやって触らずにまとめるか、カードをちょっと立てていただいてこのぐらいの状態でグッと引っ張ってきます。そうするとこの部分が突っ張ってくるので別の面でもグッと引っ張って突っ張らせます。グッと引っ張って突っ張らせます。でこの時意識していただきたいのがここをてっぺんにした周りのところを貼らせたいのでてっぺんの位置は変えないでください。よくお教室で見るのがこうコロコロっとしてでまた違う面上にしてコロコロ違う面上にしてコロコロっとするとどこの面も貼らないんですよね。なのでてっぺんまず決めてそのてっぺんずらさずにこう引きずって貼っていくと表面がつるっとしてきます。てっぺんは常に変わらず、てっぺんは常に変わらず、てっぺんに変わらず、てっぺんは変わらず、ちょっと角度を変えながら押してきていただけるとつるっとしてきます。やっぱりどうしても最初初めてやるときは難しいので何回か練習していただくかそれかお教室来ていただけると直接見て改善点をお伝えできるのでどうしてもちょっと悩んでるよって方はぜひ上板橋の教室に来てみてください。でこうするとあんなにベタベタしてた生地もほぼほぼくっつかなくなってきます。でこれどういう生地がくっつくかっていうと表面バサバサしてる生地がくっつくんですよね。つるっと滑らかでグルテンが向き揃ってる状態だとあんまりくっつかないです。こう表面荒らしてバサバサした状態の生地は結構ねくっつきます。なので表面のグルテンをちょっと整えていきます。てっぺんの位置変えずにね、てっぺんの位置は変えずに変えずに変えずに、ね、てっぺんは変えずに伸ばしていくとつるっとしてきます。はい、こんな感じでここまできたらもうだいぶ弾力とまとまり出てきたのでいい感じなんですけどもこれまだちょっとこねていきます。表面ちょっとまだバサバサしてますよね。で生地ってひたすら同じ力で力強くこねればいいかというとそうじゃないです。生地の質感に合ったこね方していきます。例えばこの強く引き締まった生地を無理にビャッと伸ばすと荒れるんですよ表面。こんな感じにこれせっかくつなげたグルテン引き裂いてるので力強すぎなんですよね。なので引き裂かずに生地こねてまとめていきます。どうやるか、その1は転がしていきます。転がし方なんとなく生地丸くしていただいたら両手で塞いで右前左前交互に転がしていきます。これは台との摩擦を意識していきましょう。
力はそんなにいらないです。表面が、まあ、荒れない程度にやっていきましょう。 NG パターン、荒らしちゃうほど力強くやるのは NG です。グーッとねやるとこう表面もそもそしますよね。これダメです。生地が荒れない程度の優しい力加減、常に表面が荒れてないかなっていうのを心がけていただくと綺麗につるっと感じてきます。で、例えば結構今回柔らかい生地なので転がしても台にベチャベチャくっついちゃう時あります。そういう時には叩いてこねます。叩きこねの仕方ですね。叩きこねは利き手の指4本使います。親指は使わないです。この4本だけここでフックします。親指使わないよ。このままドーンと縦に叩きます。これを半分に折ります。空いた方の手でぐるっと包み込むようにして、そして最後キュッと貼るようにして丸め込んでいきましょう。そしたら次持つところはこの向きで折れたので、次こっち側で引っ掛けてこのままドンと叩いて、空いた方の手でぐるっと包み込む、こっちから持って叩く、包み込む。これを繰り返していくと全体がつるっと滑らかになってきます。で、この時も表面注意ですね。常に表面が荒れてなくてつるっとした状態を目指していきます。よく見られるのがこうバーンと叩く音が気持ちよすぎてここばっかり意識しちゃう人ですね。で、NG パターンいきます。 NG パターンはこの時にグーッと強く引き裂きすぎるところですね。荒れますよね。これダメなんですよ。生地に負担かかりすぎです。もう少し優しく荒れない程度にやっていきます。表面に注目しながら常に滑らかな状態を確認しながらやっていきましょう。徐々にこう表面の滑らかさと弾力が出てきます。そこまでいきます。で、なぜ親指を使わないか。親指使うとやってみますね。親指でこう持ってつまむとここが荒れます。親指を使わないと荒れるところがないので綺麗な状態で生地がこね上がります。これバン、親指は使わないよ。そうするともうね、だいぶ生地表面滑らかつるっと感じてきましたね、うん、で弾力も出てきました。ここまで来たらバターを入れてこねていきます。バター入れるともっと柔らかくて滑らかな状態になりますね。ちょっと生地広げたらバター入れていきます。 20g ね。生地の中で包んでいきます。このままバター入るとちょっと生地引き裂けるので最初は伸ばしてこねるこね方でいいです。油っぽさが消えるところまでこねていきましょう。これもリアルタイムでお送りしているので結構ね、多くの人が時間かけすぎで、あとは力もね強すぎることが多いですね。見てるとこれもひたすら力強くこねればいいかっていうとそうじゃなくて、生地の状態に応じたこね方をしていくっていうのがキーワードですね。最初は結構ベチャベチャします。でももうちょっと滑らかになってきますよ。もうバターの大きい塊がなくなって質感が均一になるところまでやっていきましょうね。うん、ちょっとベチャベチャしますよね。バターはね、こうつなげたグルテンのつながりを柔らかくしてくれるので一回り柔らかくなってちょっとベタベタします。でももうちょっとで、どんな生地がくっつくかっていうと、表面バサバサしてる生地はくっつきます。表面つるっとした生地はくっつかないのでつるっとさせますね。じゃあもう一回練習、カード使ってちょっと立てた状態でグーッと押してくる。で、てっぺんのところは変えずに常にてっぺんのまんまグーッと押してきます。分かりやすいようにちょっと人差し指つけておきますね。グーッとね、グーッとてっぺんは変えずにグッと押してきます。これ別に人差し指つけなくていいですからね、やるときに。あ、徐々に表面が綺麗につるっと張ってきます。今こんな感じ、
まだちょっとこね足りないので表面もそもそしてます。これもうちょっとこねますね。じゃあバター馴染んできて引き締まる力が強くなってきました。伸ばしてこねると表面が荒れる感じになってきたら叩くか転がすかしてこねていきます。じゃあちょっと今回の生地は柔らかいので叩いてみます。ではこれも簡単に集めてから叩いていきます。4本の指で引っ掛けてそのまま叩きつける。この叩きつける時も優しくでいいです。音立てる必要ないです。近所から苦情来るほどは叩きすぎです。優しくねポーンと叩いて、大事なのはこのところでクッと張ることですね。表面荒れないようにします。優しく叩いて表面を荒らさないようにぐるっとさせていく。これを繰り返していきましょう。常に表面を見ながらですね、生地との会話をこう楽しんでいただいて。やっていくとつるっとしてきます。うん、いいかな、そろそろね。はい、もうほぼほぼ生地こね上がりました。こんな感じです。もそもそ感少なくて光沢あって、押した時弾力あって跳ね返ってきます。かなり柔らかい生地ですね。でこれもこねればこねるほど硬くなるっていうのは思い込みです。生地によります。今回の生地はね、こねすぎるとグルテン引き裂けやすいのでここでも完了にしますね。では最後に生地のこね上がりの状態確認してみましょう。まあ、いい状態っていうのは大体どの生地も共通して表面がボソボソ感なくつるっとしてます。見える？うん、滑らかね。押した時弾力あって跳ね返ってきます。そうしましたら、あとはグルテン膜チェックっていう方法もありますね。これもこねたてすぐの状態だとあんまり生地伸びないので、ちょっとね休ませてから 1,2 分したら伸ばしていただければいいかと思います。はい、ではちょっと 1,2 分休ませた生地グルテン貼って見てみますね。優しく全体均一の力で伸ばしていきます。これも意外と伸ばし方にもコツがありますね。こうやって伸ばした時に薄い均一の膜が貼れば OK です。まあ、この膜の伸ばし方もちょっとコツがあるのでやっていくうちに上達すると思います。まあ、一箇所でもこんな感じで薄い膜貼れば OK ですね。ここまでくればこね上がりです。まあ、膜はそんなに大事じゃないので表面つるっともちもち感あれば OK。 はい、それでは本日は生地のこね方編ということで、こねについてね、実践を通してご案内してきました。ちょっとでもこの動画がね、皆さんのパン作りのヒントになって、より美味しいパンとかね、より理想に近づけるパンに、ね、なったら嬉しいなって思います。ぜひこの動画いいなって思った方はチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。実際にパン教室ではね、対面でレクチャーもしてますので、気になる方は動画概要欄からご覧いただいて、いいなって思ったら予約してぜひ一緒にパンを作りましょう。ではまた次回の動画かお教室でお会いしましょう。失礼します。